ははいこんにちは今回はウエスタンアームズのマグナブローバックから M92FS ブラッククロームモデルこちらをねしっかりと再試写してみましたのでご報告したいと思います、えー、前回の紹介の時にですねこういうねこれ2021年の1月に紹介してますねその時にまあこういう試写結果が出たんではい 5m でね これは結構いけるんじゃないかなということでね。はい、ベレッタシリーズはなかなかね、えーまあ、あのスコアマスターとかカスタムものはやってるんですけれどもねノーマルのものっていうのはちょっともしかしたら少ないかなと思ってねたまにはやらにはいかんということをね前回のライブの時ベレッタのお話も出てたんで、まあ、いい機会だからやりたいなと思って家族でしっかりと打ってみました。で前回紹介の分はね 動画説明欄にリンクを貼らせていただきますのでご興味のある方はそちらもねよろしければご覧くださいこれがねもう色合いがねウエスタンムさんの中ではもう今は珍しくないですかメッキ物って以前はねあの結構ありましたけれどもね最近はどちらかというとカーボンブラックとかねそれを染めたものとかねそちらの方が多いんですけれどもこのピッカピカのねクロームメッキも悪くはないなと という方大好きですねということで、はい、まあね例によってねもう全然モデルチェンジもなくマガジンいまだにと今最新型は私分かりませんよこれも随分前のやつですからリップはこの金属リップのままだしこれほどモデルチェンジしないで長くね、えー、売られ続けているモデルもねなかなか少ないんじゃないかなと思います何しろね初代マグナブローバックですからね、はい、いきます 軽いからねいいんですよスライドが動きがビシビシっていう感じでね、まあ、どちらかというと観賞用という形で保管していたんですけれども先ほどお見せしました通りあのぐらいちょっと当たるとねライムしたくなるということでまずおさらいでねトリガープルと初速を測りましょう、まあ、ベレッタのねこのトリガーっていうのは私はねどちらかというとガバの方に慣れているんでいつもいつもねちょっと最初に練習する時に どこで落ちるのかななんてことを、ね、やったりするんですけれどもね、まず零点七五というスコアが出ました。まっすぐ引いて零点五九、もう一回やりましょうか。零点五七とどんどん軽くなってきますね。はい。トリガーのね落ちるタイミングはね。 シングルアクションの場合、まあ、このぐらいね遊びがあるんですね結構遊び大きいですよねでここで抵抗が始まってこうやってここで落ちます結構ね切れがいいっていうよりもね一定のね何て言うんですか抵抗がスーッて続く感じですねただこうギュッと重くなったりギュッと軽くなったりしないでそのまま抵抗が続いて落ちるんで最後の方だけほんの少し重くなりますかねねねねそんな感じです ですからねちょっと打つ時にねそれはすごく如実に出てましたねはいただこれだけ集団が良さそうだとするといい感じになったんじゃないかななんてことをねにお、えー、わせるような感じですけれどサイトスイングも非常にいいですねサイトピクチャーですねサイトスイングと観光じゃ <laughs> バカ野郎ですねすいませんはいじゃちょっとね初速測りましょうかえー、っとあ B っガン これはね、付属のこれ。昔はね、これ、真鍮のインナーバレルがついてきてましたよね、棒がね。今、このプラスチックになっちゃいました。ねただね、これ、すごいぐさっとこうはまりました。これ今、こう、いてください。よいしょ。ぐさっと。結構ね、安定してね、入れられるんですよね。こんな感じかな。で、ぴゅっとこうね、詰めると。と、玉漏れなしと。 よく最後ポロッと出てきちゃったりするじゃないですかそれがないのはね非常に嬉しいですねマガジン温度今どのぐらいでしょうかガスはたっぷり入ってますマガジン温度はよいしょこのままかな27.3というところですね部屋寒いんだけどな私は結構今ねベレッタにとってはまああったかいみたいですねじゃあ一発目をね引きましょう ヒント。よいしょ。お、結構ありますね。0.62。ね。ジュール。お。こんなことになっています。ああ。玉がボロボロになって、こぼれてきました。い。 一回も起きなかったんですよ、今回、試射したときに。なんでここでこんなことが起きたんでしょう。ちょうどいいや、いいトラブルをお見せすることができましたね。私もなんか打ち方おかしかったですかね。そんなことないっすよね。ボロボロっとね、マガジンからね、弾がね、チャンバー付近に溢れていましたね。 0.66、ね、とはいという感じですねはいこのぐらいの初速ですもちろんね方程、えー、入らなんですけれども思ったよりちょっと威力あったなって感じですね その辺ね、えー、他の、まあ、ガバとねちょっと比べるのもあるかもしれないんですけど他のベレッタなんかと今度比べてみたいですねちょうどねいい機会なんでちょっと重量をねもう一回測っておきましょう重量はねやっぱ材質の問題もあるんですけどもそれでも 860g ありますからモデルガンとして楽しむのも十分な重さですねさてではね、えー、このね会長なベレッタ会長っつっても今なんかしでかしてましたけれどもね、はい、試射結果はどうだったんでしょうか ここが気になるところでございますんでじっくりとお見せしたいなと思いますはい、まず5メートルでね練習はね、そうですね40発ずつぐらいやりましたかね3人ともそれぞれ私20発ぐらいでしたねもう行けたと思ったんでねだいたいそういう時ね、ダメなんですよねただ見てくださいまあ,あの、おかみさんはちょっとこんな感じでで、私は、まあ、このぐらいに集めていい感じだなと思ったんですけどやっぱセガレがすごいですね、これね 本人もも言ってますけどね、私はもうベレッタの世代ですからとかねエアコキで育ちましたからとやっぱ若い人に合うのかもしれねえなって感じをすごく受けましたはい私一人が時代に取り残されてるのかもしれませんけれども、はい、私はどちらかというとあのガバンみたいにまっすぐ下がるトリガーが好きなんですよねはいということでね見事な集団だと思います 5m で7 5メートル両手になっても やっぱりそうですね。さっきの延長ですねやっぱこのぐらいに集めてきますね私も4発集めたんですけど1発がちょっと弾けてしまいましてかみさんちょっとなんかベレットと今相性悪いかなとこの2枚ではそう思いますねで片手になるともうねおかしいなとこれは本当私も納得いかないんですよもっとパチンパチンっていい音してたんでなんかこの辺に集まってる気が勝手にしてたんですけれども全然ダメででセガレはまあこのぐらいにやっぱり片手でもね 集めてくるという感じですねそして、えー、私が 5m の左の片手これはねいつも申し上げているようにあのメ,ガあのメガネと合ってるんで <laughs> よく見えるんです、はい、フロントサイドが、まあ、それもあってちょっとこんな感じですね、まあ、それでもまあみんな悪くはないですねちょっとかみさんはねなんかベレッタと相性悪いのかなみたいな感じなんでこれからどんどんベレッタやってやろうかなみたいな最近全然ねもう勝てなくなってきちゃってる で7 5メートルの右の片手になるともう私もかみさんも同じようなポンコツ具合ですね、はい、そこいくとセガレはねビシッとこうね4発足ここに集めてくるということでということでスコア見ててもすごい数字が結構並びましたね平均するとね20点を超えていますんで私とかみさんが結構足引っ張ったのにセガレが頑張ってくれて、まあ、30点超えがね連発していますんで ということで、まあ、このベレッタちょっと命中の域に入りつつあるなという感じですねなかなかね30を超えてアベレージ出すっていうのは難しいんですよじゃあ 5m の集団はというとこの結果でございましたなぜか、えー、スコアをね競う競技の時にはダメな私が見てくださいこのビシッとした集団これなけでは最高だったと思いませんかもう固定スライド並みですよねこれね で神様もね一応ねこのぐらいに集めてるということでねもうちょっとずらすとこ狙ったところはそれぞれこのバツ印のところでございますでそれもまあこんな感じでなんでこいつに俺は負けるんだみたいなことをね思いながらねなぜなぜこの集団が本番で出てないんだみたいな感じでねこれが一番最後に取るんですよこの5メートルの集団が先にやりゃいいのかなって感じですねちょっとねその辺スタイルを今更変えるのもあれなんですけれどもね ということでいかがでしょうかなりいい集団性を見せてくれてるんじゃないかなという気がするんですけれども、まあ、ご判断はねこれは我が家での事例ですから、えー、皆様の方にねお任せしたいと思いますまたねお持ちの方もたくさんいらっしゃると思いますんでご自身のね、ベレッタとね比べてみたりしていただくのもね興味深いことかもしれませんはいということでなかなかのねこれとこれを合わせるとセガルのねこのこの集団とね 私のこれを合わせるるとといい銃じゃねねねえかかかなという,ふうに思いますす、ね、何か秘密があるんですか、ね、ちょっと他もベレッタいっぱいあるんでちょっとね次カーボンブラック版なんかもやってみますかねやっぱりねはい、まあ、ルックス的にはね私はこの、えー、クロームのやつ好きでこれにあのお気に入りのね、えー、半分ねこうチッカリングの入ったね薄い木ぐりをつけようかななんて思っていたんですけれども まあ、今回このままね販売されてるままの状態でね打、えー、ってみました、まあ、非常にね良好な結果だったと思いますで改めてやっぱりまあ名銃なんだなこれはと思いますねやはりあのエアガンになったにしても実銃で評価の高い銃ってやっぱそれなりに打ちやすかったりしますよねそういうところではねやっぱりベレッタってやっぱりあなんか映画にも登場したりいっぱいするし 見た目もいいし性能もいいということではねあ,のある意味ガバメントにも続く、えー、モデルじゃないかなとでそれに対してまあ P38 とか P08 とかね、えー、マニア好みのものはありますけれども残念ながらあの銃たちは世代的にもうなかなかねスクリーンには登場しづらいですよね現代劇にはねその点ね、えー、ベレッタとか、ね、最近グロックばっかりとかになっちゃってますけれどもねやっぱりこのね流霊なフォルムね あの機能も重要なんだけれどもデザインも捨てないぜっていうそのベレッタのね写、えー、風というか気風というか着替えそんなものがね、えー、感じられました改めて打っててね楽しかったですこのグリップねツルツルの樹脂じゃなくてなんかラ,ラバーっていうのかな,なんか非常にねマットな感じでね水上にね手になじみましたあとはセーフティーですね 私なんか親指がの短い親指でも一応下ろすことはできますけれどもこの状態でパチンとあんまりデコッキングはしたくないのも事実ですねそのでやっぱりセーフティはピュンとここで跳ね上げるガバのところの位置についてくれてるとこれはこれで非常に良かったんですけれどもね、まあ、またねなかなかダブルアクションってどうでしょうダブルアクション使う機会って私の場合ほとんどないですね考えてみると まあヤガの場合ね、1発目送り込んだ時にもうハンマー起きてますからねで基本不発そんなにないですもんねダブルアクション使うのはそうですねやっぱりあのモデルガンでブローバックモデルとかそちらの方になりますかねといったところでね s w ートもそうなんですけれどもベレッタ系なんかでもね、まあ、もしねシングルアクションに特化したようなね えー、銃があればね、面白いかななんてことをね、今、ふっと思ったりしました。いずれにしても、この銃ね、期待にたがわぬね、いい集団性見せてくれたんで、今後も他のね、えー、M9 系ね、遊んでみたいというふうに思いました。ということで、えー、今回はね、ウエスタンアームズの M92FS、ブラッククロームモデル、はい、じっくりと打ち直してみました。ではまた。